て僕の栄光。必殺エコースリーフリーズ。荒っぽいことをさせてもらうわ。ファーストアタック。目障りなのよ。私を怒らせないで。ぶっ潰すわ。邪魔しないでくれるか。僕がこんなに嫌がっているのが分かんないのかい。私のことを愛するようになるまでこの家を出さないわ。絶対に愛させてみせる。何を言ったって分かんないんだよね君は。あんたのこと好きだったわ。でも誰だろうと私の美貌をちょっとでも傷つけることは許されないわ。あんた浩一君に慣れ慣れしく話しかけてんじゃないわよ。それはこっちのセリフよ。ぶちのめしてやるわ。ワンプリー。浩一君は私だけのものなんだから。ドゥービーウィンズ。この泥棒猫。おっとお嬢さん、そんなに急いでどこに行くんだい。うるさいわね。さっき向こうに浩一君がいたのよ。邪魔しないで。ワンプリーウィンズ。あんたのせいで見失っちゃったじゃない。どうしてくれんのよ。恋する乙女ってやつか。かわいいね。おや、君は山岸由加子君。元気？ラブデラックス調子いい？最低よ。せっかく浩一君と二人っきりで過ごしていたのに。ワンプリー。二度と邪魔しないでちょうだい。分かったわね。どうやら絶好調みたいだな。ねえ浩一君見なかったかしら。出た。ねえもう一度聞くわ。浩一君を見なかった。ウィンズ。早く逃げよ。こいつとは関わり合いたくねえぜ。おめえまさかまた浩一のやつに何かよからぬことしようって魂胆じゃねえだろうな。いや何もしないわ。いや何もできないわ。浩一君は全く私の方を振り向いてくれないんですもの。一体何をしてあげれば浩一君が幸せになるのか私にはわからないんですもの。そうかい。そういうことなら別に俺はよ。邪魔したな。それじゃあこれで。あなた幹部なんですよね。部下の教育はもっと徹底すべきなんじゃないかしら。君はどうして君のような女の子がパッショーネを知っている。あなたにも浩一君に謝ってもらうわ。ジョルノとかいうやつがカバンを取った責任を取りなさい。ジョルノが君の友人に無礼を働いたということか。しかしよく俺までたどり着いたな。聞いたわ。あなた私の浩一君のカバンを盗んだそうね。え、警告？何のことを言ってるんだい。浩一君をひどい目に遭わせたあんたが悪いのよ、この間抜け。ずいぶん強烈な彼女がいたんだな浩一君。これから私があなたを教育して立派な男にしてあげるわ。そのために連れに来たのよ。もしこのまま彼女にあっさり捕まったら何をされるだろう。大げさだな、ゆか子さんたら。浩一君は私のものよ。絶対に誰にも渡さないわ。僕のパスポート返せ。僕の荷物はどこだ。君はなぜここが分かったんだ。ワンプリーウィンズ。爽やかなやつだったな。君の荷物本当心が痛むけどもうないんだ。売っ払っちゃってさ、気の毒だけど。それはスタンド。犬のスタンド使いがいるっていうのかい。あっち行けよ。散歩の邪魔するなら怪我するぜ。手加減しといてやったぜ。お前犬好きの人間みてえだしな。驚いたな。ポリスも突然スタンドに目覚める。
なんてこともあるのかな。実にいい、実に気に入ったよ。君の性格、読者からもきっと好かれると思うよ。あなたのスタンドで攻撃するのを直ちにやめてください。さもないと。最高だぞ光一君、君のリアリティを僕のものとさせてもらうぞ。早く僕にかけたスタンドを解いてください。成長するスタンド、僕のエコーズと同じってことか。相手が誰であろうとももう迷っちゃいない。勝つのは僕の方だ。精神力、きっと君もいくつもの修羅場をくぐってきたやつなんだろう。すごい覚悟だった。でもその眼差しは冷徹に人を殺してしまいそうな目だ。よう待ってたぜ。おとしアキラ、何時に来た。これからは仲良くしようぜ。なんかさ、お前とは気が合うと思うんだ。いつの間に出所したんだろう。追い詰めたぞキラヨシカゲ。これは夢だ。この私が追い詰められてしまうなんて。罪を償うんだ殺人鬼。私の秘密に迫る者は皆消し飛ぶ。ボタンのついた上着は置いてきたよ。後で取りに行く。君を始末してからね。僕の目の前にいるこの男がこいつの方から現れやがった。ワンピー、ウィン！ウミさんとシゲチー君の仇を取ったぞ。そう、あれがムカつく小僧だ。観察しろというのは見るんじゃなくて見ることだ。聞くんじゃなく聞くことだ。長太郎さん、僕のこと軽く見てるのかな。ワンピー、ウィン！やっぱり長太郎さん、僕のことを軽く見ている。僕だって成長してるんだ。出ないと。これからしんどいことになるぞ光一君。僕がいる。どうなってるのこれ。誰か敵スタンドの仕業だ。僕がもう一人だなんて、どういうスタンド攻撃なんだろう。僕が勝ったけどこれで良かったのか。喜んでいいものか。ヘブンズドアーの訓練に付き合ってくれよな。決めたね。まいったな、もうわがままだな。これから学習塾に行かなきゃいけないんです。君に鍛えられてちょっとは成長したってことかな。練習だぜ小一、スタンドの戦い方ってやつのよ。よろしくお願いします。ジョウスケ君、前よりエコーズをうまく動かせるようになった気がするぞ。お前が仲間で本当に良かったっつうかよ。エコーズの応用力って半端ねえよな。じゃあ行くよ奥安くん。おめえの音を削ったらどうなんのかな。試してみっか。こいつよ、もっと大きな音で攻撃してくれよ。よく分かんなかったからよ。バカだな奥安くん。